夢の旧作「白菊」「脱獄衆の虎像は深夜の街道の真ん中に立ちつくんだ」「血だらけのひっかき傷と泥とほこりにまみれた素裸足の上に背縫いの開いた囚人服を引っ掛けて太い新しい荒縄をら るぐると胸の上まで巻き立てられている彼の姿を見たら大抵のものが震え上がったであろういがぐり頭を包んだ破れ手ぬぐいの上にはさえかえった晩秋の星座が緩やかに回転していた虎像はそのまま身動き一つしないではるか向こうの山陰に光っている赤いものを凝視していた その真っ白く剥き出した両目とがっくり焼いたひげだらけの下顎に言い知れぬ驚愕と恐怖を凝固させたままそれは虎像が生まれて初めて見るような美しい赤い光であったそれは彼が長いこと上え憧れてきたゃぶやの赤い光とは全く違った赤さであったまた 彼が時々刻々に警戒してきた駐在所や鉄道線路の赤ランプの色とも違っていたネオンサインの赤よりもずっと上品に花火の赤玉よりもずっと和やかなきれいなものであったと言って警棒の明かりらしい生めかしさもほのめいていない夢のように淡い処女のように人懐かしげな 桃色のまん丸い光明が大きな山脈の花らしい黒い山陰の中腹にほのぼのと匂っているのであった微笑みかけるように吸い寄せるように虎像はぶるっと一つ身震いをした口の中でつぶやいたまさか手が回っている合図じゃんめ衛が。 あーて虎蔵は1ヶ月ばかり前に網走の監獄を破った5人組の一人であったその中でも他の4人はそれから1週間も経たないうちにバタバタと捕まってしまったので今では全国の新聞の注意と北海道の全当局の努力を彼一人に集中させているのであったそればかりでない 虎造の高盗時代の仕事ぶりは「はやての虎」とか「かん虎」とかいうあだ名と一緒にずっと以前から世間の評判になっていたあだ名のとおり「かん」の強い彼は脅しのために人を傷つける場合でも決して命を取るようなヘマをやらないのを一つの誇りにしていたのみならず彼は仕事をした界隈で決して女にかからなかった はるかの遠い地方に飛んで絶対安全の見込みがついた上でなければどんなことがあっても酒と女を近づけなかったそうして蓄積した不眠不休の勢力と素晴らしいため食いと無敵の見客を利用した闘争力でもって至る所の警戒線を長老し面食らわせるのを一本槍の闘争戦術にしてきたものであった だからその虎像が久しぶりにその筋の手に上がると間もなく網走の監獄を破って逃走したという一時は全国のセンセーションを巻き起こすのに十分であったいわんやそれが1か月もの長い間幕につかないことが一般に知れ渡ってしまった今日結局 虎像が北海道を出ないうちに捕まるか捕まらないかという問題が全国の紙面に戦慄的な興味を渦巻かせているのは当然であったそればかりでない今度の脱獄後の彼はどこまでも囚人服を着替えなかった至る所で彼自身にそういないことを名乗り上げながら仕事をしてきた そうした方が恐喝に有利であったばかりでなくそこを目星にして集中してくるその筋の手配りを引き外し引き外し仕事をした方がはるかに安全であることを幾度となく事実上に証拠立ててきたものであった俺は普通の強盗とは違うんだぞそのうちにたった一つ大きな仕事をして大威張りで北海道を抜け出すまでは ケチな金や橋ためには目もくれないんだぞ」といったような彼一流のプライドをそうした仕事ぶりの至る所にひらめかしてきたことは言うまでもない。とはいえ虎蔵のこうした勢力のせ跡が今度の脱獄後に限って異常な影響を彼の仕事ぶりに及ぼしてきた事実だけはさすがの虎蔵も自覚していなかった。それは その脱獄当時に一人の老官守の頭を彼自身の手で叩き割った一刹那から来た心境の変化であったかもしれないまたは始終を起こした彼の体質から来た性格上の変化であったかもしれないがいずれにしても今度の脱獄後の彼の手口はまるで今までとは別人のように残虐な無鉄砲なものに変形していた彼は 人は絶えた北海道の原子林や諸女林の中をほとんど人間技とは思えない超速度で飛び回りながら時々思いもかけぬ方向に姿を現して彼独特の奇怪な犯行をたくましくしてきた酔いふしているアイヌの宗長をその家族たちの目の前で考察して秘蔵のまきりアイヌが熊狩りに用いる鋭利な担当一丁と 数本のを奪い去った。かと思うとそれから23日のうちに30里も隔たった深海農場の一軒家に押し入ってちょうど泣き出した赤ん坊の両足をつかむと面白そうに笑いながら土壁に叩きつけたそうして若夫婦を威嚇しーし悠々と大飯を平らげて立ち去ったかと思うと その凶行がまだ新聞に出ない翌日の白昼に今度は数十里を飛んだ山越えの街道に現れて2人の行商人に襲いかかった若い2人の男が仲良く笑い話をしていく後ろから突然に踊りかかって1人を刺し殺すと残った1人を威嚇しながらやはり2人の弁当の包みだけを奪ってまたも悠々と山林に姿を消した 北海道のような深い山々では内地のような山狩りが絶対に行われないことを知って知り抜いているかのように悠々と「虎像が人を殺した」しかも連続的に「そうしてまだ捕まらずにいる」という事実に対して 毎日毎日の新聞紙面がいかに最大級の驚愕と戦慄を続けてきたか全北海道の住民がそうした脱獄衆の姿に毎夜毎夜どれほどうなされてきたかそして全道の警察の神経と血管が連日連夜どれほどの努力に疲れ果ててきたことかその中を抜けつくぐりつ虎像は 寒い寒い北海道の山の中を駆け回ること一か月余りとうとうどこがどうやら分からなくなったまま人を殺しては飯を食い食い物を奪っては狂気を振り回してきたそして真冬にならないうちに是が非でも何か一つの大仕事にぶつかるべく突き詰められた上狼のような気持ちで山また山を越えてくるうち たたった今ひょっこりとどこかわからない大きな街道に出たと思う間もなく思いがけない真向こうの山陰に今まで見たこともない美しい赤い光を発見したのであったなんとなく神秘的な不思議なたまらなく懐かしいような虎像は面くらった上にも面くらった 幾度も幾度も目をこすった何故ともなく胸の躍るのを感じながら左右にしらじらと横たわっている闇夜の街道を見回した自分で自分に言い聞かせるようにつぶやいた「まさか俺を脅かすつもりじゃあ目が」あってな虎蔵はやがて両腕を組んだまま その光にに吸い寄せられるようススタスタと歩き出していた。深夜の草山を押し分けて一直線に赤い光の方向へ近づいていくとそのうちに虎像の目の前の闇の中に要塞のように炎の黄色い西洋館作りの大邸宅が浮かび現れてきた赤い光はその大邸宅の右の端にたった一つ立っている屋根のとんがった 奇妙な格好の2階の窓から漏れてくるのであったその他に明かりの漏れている部屋は一つもないらしくサしモの大邸宅が隅から隅まで死んだように寝静まっていることが間もなく彼の第六感にしみじみと感じられてきた虎蔵はもう一度前後左右を見回した「ああこいつは案外大仕事かもしれんぞ。 とつぶやきながら、ら密かに胸を躍した。本能的に用心深い足取りで高いコンクリート塀を半回りして裏手の突角のところまで来たそしてやはり本能的に海中のまきりをさやから抜き出して歯の間にがっちりとくわえたその突角を両手と両肘の間に挟んでじりじりと上の方へ登り始めた。 気が遠くなるほどの空腹を感じながら一畳ばかりの高いコンクリート塀を越えると中は広い花壇になっているらしいなんだかわからない秋の草花が闇の中に行儀よく列を作っていっぱいに梅雨を含んでいる中を真りを加えた囚人姿の虎像がひそひそと這い進んでいくのであったがそのうちに闇夜の草花の 水っぽい新鮮な匂いが生娘の大衆のように彼の空腹に染み通ってきた。しらじらとした女の首や手足や唇や腹部の幻想を真っ暗な彼の目の前にちぎれちぎれに渦巻かせながら全身が泡立ってクラクラと発狂しそうになるまで彼は猛状をそそり立たるのであった。 彼はしばらくの間唇をかんでベコニアの鉢の間にひれ伏していた「助けてくれ」と叫び出したいような気持ちをじっと我慢しながらそしてやっとの思いで気分を取り直すと虎蔵はいよいよ静かにベコニアの鉢の間を抜けてきれいに刈り込んだ芝生の上に這い上がった目指す二階屋は すぐ目の前にあった彼は極度に冷静になった同時にたまらないほど残忍になった容易ならぬ荒療治に引っかかりそうな予感と世にも不思議な赤い光に対する緊張が彼の全身を空気のように軽くした彼の目の前には白っぽい石の外廊下の支柱が並んでいてその行き止まりが やはり白い石の外階段になっているその中央に続きに敷かれた白のマットの上を猫のように緊張しながら這い上っていくとすぐに一つの頑丈な戸に行き当たったその扉を見上げ見下ろしているうちに虎蔵はまたもドキンドキンとさせられたそれは 虎像が今日まで幾度となく憧れ望んでいながら一度もぶつかった覚えのない種類の扉であったその内側に巨万の富をしまい込んでいるらしい黒い重たいまん丸く光る黄金色の屏を中央に打ち並べたただその扉が普通と違うところはそのハンドルが少し低めに取り付けてあることと 鍵穴らしいものがどこにも見当たらないことであった「アテナ内側から丈夫な缶のきが突っかってあるのかな?」そう気が付くと同時に虎蔵は全身がシーンとなるほど失望した「この扉を破るのは容易ではない」と考えたからであったそして ここまで無意味に釣り寄せられてきた自分の冒険欲を心の片隅で後悔し始めたこの戸に触るとすぐに電気仕掛けか何かで他へ知らせるようになっているに違いないと思い思い虎蔵はほのかな赤い光に照らし出された花壇の片隅をしばらくの間見下ろしていたが それでもわずかに残った糸のような未練と万一の場合の闘争力を空頼みにした彼は彼の生涯の運命をかける気持ちでドアのノブをしっかりとつかんだそーっと右へねじってみた「あと声を上げるところであった電気に打たれたように階段を23段飛び降りた 扉は何の締まりもしてなかった。わずかな力でノブをねじられた扉が音もなく開くと思いもかけぬ赤い光の隙間が彼の鼻の先に縦に一直線にできたのであった虎蔵はじりじりと首を縮めた背中を丸くして膝を曲げた息を殺して後ろを見回した どこからか怪しい物音が近づいてきはしまいかと耳を澄まし目を凝らしながら身構えていたがそのうちに薄黒いだんだらを作った花壇の向こう側の暗黒をちらちらと横切っているコンクリート塀に目を留めると彼はにんがりと冷笑してうなずいたゆるゆると背中を伸ばしながら目の前の赤い光の隙間を顧みた あ、はあ、あの高槻兵衛があると思って安心して気かるんだなそう思うと同時に虎蔵の全血管の中に新しい勇気がよみがえってきた深刻な空腹と極度に緊張した冷血さが彼の全身数百の筋肉にうずき満ち満ちてきたそれにつれてこれこそ 俺の最後の大仕事かもしれないぞという強烈な職業意識が透き通るほどギリギリと彼の奥歯に噛みしめられてきた恐ろしいものが一つ一つに彼の周囲から消えうせていった彼は生革で巻いたまきりんの塚をしっかりと握り直した 谷川の石で荒研ぎをかけた反りの強い白羽を自分の背に押し回しながら左手で静かに扉を押したそれは天井の高い五軒四方ぐらいの部屋であった優雅な近代風のゴチック様式でゴブラン折りのシンクの窓掛けを絞った高い窓が四方の壁に新んと並んでいた その窓と窓の間の壁に天井近くまで畳み上げられているおびだらしい棚という棚には一面に子供の人形が重なり合っているようである和洋男女大小を問わず裸体半裸体軽装、正装の種類を尽くして世界中のあらゆる風俗を表しているらしい抱き人形の一つ一つが みなその大きく開いた目であらぬ空間を眺めながらこの上もなくかわいらしい微笑を含んでいるようである永遠に変わらぬ空虚のいじらしさを競い合っているようである虎像は目をパチパチさせたまぶたをゴシゴシとこすって瞳を定めた部屋の中央にはトルコサラサを覆った巨大な丸テーブルが置いてある その上にはさながらにそれらの人形たちが遊び戯れた遺跡であるかのようにいろいろな食器豆のようなおもちゃ花かご、小さな犬猫ネズミ猿小ネズミの類がほとんど数限りなく行儀のいいエンジ陣ンや邦人を作って並んでいるそのお間に静止している巨大なカブトムシ きれいな蝶々実物大の鳩ひよっこミミズクまたそのテーブルの周囲には類王朝好みの乳母車きゃしゃな灯椅子花で飾ったクレードルカンガルー型のロッキングなどがメリーゴーランド式に配列されているそんなもの一つ一つにもそれぞれさまざまな美少を含んだ人形が ピエロ姿の行列を作ってぶら下がったり振り袖姿で枕を並べたり海水着のまま魚のようにびっくりした目をして重なり合ったりしているその中央の高い暗い丸天井から薄紅色の絹切れに包まれたクラゲ型のシャンデリアがほおずきのようにつり下がっていたがその絹地に和らげられた幻のような光線が部屋中の人形をさながらに 生きたおとぎ話のようにほのぼのと新品めかしく照らし出しているのであった虎像はその光を浴びたまま棒立ちになってしまった鼻息さえもしえないままそうした不可思議な光景を見回していたそれは彼が夢にも予期していなかった光景であったい,いな。 彼が生まれて初めて見る不可解な部屋であった彼の頭には到底理解できそうにない人形ばかりの小宇宙この上もなく美しい桃色の美少の世界その神秘と平和に満ち満ちた永遠の空虚の中に偶然まことに偶然に迷い込んでいる彼自身の 野獣そっくりの姿彼は気持ちがへんてこになってきた頭ががらんどうになって今にも目が回りそうに胸が悪くなってきた彼はよろよろと後ろによろむいたがまたも一人でに立ち上がったそうして彼自身のあさましい姿をいまさらのように見回しながら何故ともわからない長い長い 震えたたた。め息をしかけた同時に全身にびっしょりと生汗をかいているのに気がついたがそのうちにまたふと気がついて見るともなく丸テーブルの向こう側を見るとはっとした頭の毛がざわざわとかけ出しかけてまたやんだ丸テーブルの向こうのほのぐらい右側には黒ずんだ古代びなまた左側には 近代式のきらびやかな現代式のお姫様がそれぞれに赤い段々を作って飾りつけてあるその中央の特別に大きな高い窓に近くこればかりは本式らしい金モールと火房を飾った紫ドンスの寝台が置いてあって女王様のおねまじみた木衣の帳がやはり金モールと火房ずくめの四角い点外から 滝の水のように流れ落ちているその影にほの見えている白ぬらしい掛け布団から半分ほど握りしめた左手の手首がのぞいているそれがどうやら七つ八つばかりの生きた子の手首に見えるのであったその無心な可愛らしい手首を見ているうちに虎蔵はやっと我に返った。 同時に生汗に冷え切った全身がゾク,ゾクとしてきたこの部屋の全体が含んでいる不可思議な意味とこの部屋の主人公の正体が同時に分かってきたような気がしたので虎像は自分でも気づかないうちに身をかがめていた床の上の華やかなロシアン絨毯の上に腹ばいになって 「そろそろとその寝台の足元に忍び寄っていった」「なぜともわからない焦燥を感じながらそれはこの部屋のヒロインと思われるドンスの信頼の主が果たして自分の推量通りに生きた女の子に相違ないかそれともやはり他の人形と同様の飾り物に過ぎないかどうかをぜひとも一度確かめてみたい」というような。 彼一流の無知な盲目的な好奇心に彼自身がとらわれていたせいかもしれないまたは現在極度に敏感になっている彼の嗅覚がその信頼の方向からほのめいてくるチョコレートのような牛乳のような甘い甘い方向に誘われたせいであったかもしれないが彼は丸テーブルの影を寝台の一軒ばかり手前まで張ってくると そーっと顔を上げてみた思ったよりも薄暗い寝台の中に瞳を凝らした彼はいまさらのように固唾をのんだそれはおびただしい美しい黄金色のカールを大きな白浅の西洋枕の上に横たえている西洋人の女の子であった年頃はよくわからないが おそらくこの部屋中のどの人形よりもきれいな神々しい目鼻立ちであったろう。額と鼻筋の透き通った眉の長いまつげの濃い花びらのように頬を赤くした寝顔があどけなく開いた小さな唇からきれいな乳歯を表しながら心持ちこっち向きに傾いているのであった。その枕元には、 しおれた秋草の花束と二三の絵本と明日のおめざらしい西洋菓子が二つ紙に包んで置いてあったそしてその寝台の裾の床の上には少女よりも心持ち大きいかと思われる毛製の熊が一匹少女の眠りを守るかのように黒いびっくりした目を見開きながら寝台に寄りかかって座っているのであった 人形じゃねえぞ。これは彼は息を殺して硬くなった彼は足元の熊と同じように両目をまん丸く見開きながらなおも一身に寝台の中を覗き込んだ今にも目の前の少女が大きな寝息をしそうに思われたのでそしてパッチリと青い目を見開いて 彼を見上げそうな気がしたので部屋の中の何もかもが彼の耳の中でしんかんと静まり返った少女の寝息とも牛乳の匂いともしおれた鼻の吐息ともつかぬ懐かしい甘ったるい匂いがまたもほのぼのと木犬の帳の中から迷い出してきた 突然彼はブルブルと身震いをしたこの1か月の間中彼の全身に渦巻き満ち満ちてきたあらゆる戦慄的なものがその甘ったるい匂いの中で一斉に呼び覚まされたのであったその中からもう一つさらに極度の参列さまでに先鋭化され変態化され猟奇化されてきたあるものが とても抵抗できそうにない最後的の威力を持ってモリモリと爆発しかけてきたのであった「こんな山は二度とねえんだぞ」しかも相手はケトの娘じゃないかカマウコだねえやっつけろやっつけろと絶叫しながら彼は 今一度ぶるぶると身震いをした鮮やかな空色と血行色と黒色の稜郭を花形に織り出したロシアンじゅの一角に泥足のまますっきりと立ち上がった右手に持ったまきりを赤い光線に透かしてみると目と口を真っ白く見開いて声のない高笑いをしながらおもむろにほの黒い丸天井を仰ぎ見た それはさながらに鉄の檻を出た狂人の表情であった彼は何の躊躇もなく悠々と信頼に近寄って薄い木犬を引きまくった白いレースに包まれている少女の透き通った首筋の向こう側にいきなり右手のまきりを差し回しながら左手でそろそろとドンスの羽布団をめくった 同時にもう一度彼独特のものすごい笑いを顔面に引きつらせた「声を立てる間はねえんだよ。ええかねえお嬢さんおとなしく夢を見ているんだよ」<laughs>。<laughs> それから返り血を避けるべく羽布団を引き上げながら少しばかり身を背いた。 するとそうした気持ちにふさわしくそこいらじゅうがもう一度彼の耳の中で真剣となったその一切なであった少女の枕元にあたる大きなガラス窓の向こうを何かしら青白いものが一直線にスーッと横切っていった彼はハッとしてその方向を見た 少女の首筋からまきりを遠ざけながら首を伸ばした今まで気がつかなかったが薄い木犬の帳越しによく見ると窓の外はいっぱいの星空であった今の青白い直線はその星の中の一つが飛び薄せたものに相いなかったそれにつれてやはり今まで気がつかなかったことであるが どこか遠くの遠くの海岸に打ち寄せるらしい深夜の潮の音がかすかにかすかにガラス越しに聞こえてくるのであったそれはおおかた彼自身が知らず知らずのうちに高いところへ来ていたせいであったろう彼は緊張しきった態度のままその音に耳を澄ましたそれからやはりしっかりした身構えのうちに 少女の寝顔と右手の真りを見比べた部屋の中に漂うている桃色の光をにらみわしたその光がよどませている薄若い暗がりの四方八方から彼に微笑みかけているあらゆる愛くるしい目と唇の一つ一つを念入りに眺めまわしているうちにまたもぎっくりと振り返って窓の外の暗黒を凝視した その時にまた一つ、はっきりと星が飛んだ銀色の王を細長く引いて彼は愕然となった怯えたゴリラのように身構えをし直して少女の顔を振り返ったこの深夜に開け放された部屋の中でたった一人眠っている西洋人の娘物騒な北海道の山の中で 可愛い,い娘にこんなことをさせている大金持ちこれは人間の心か神の心かそんなような超常識的な常識犯罪者特有の低能なひねくれた理智が一時に彼の中によみがえったのであった白熱化した彼の欲情をみるみる氷点下に冷却し始めたのであった 言い知れぬ恐怖の旋風となって彼の足の下から襲いかかったのであった「俺は今何かしら素晴らしい落とし穴に誘い込まれているのじゃないか」「こんな大邸宅の中にたった一つともされている赤い火」「締まりのないと」 数限りない人形の部屋その中にたった一人眠っている生きた人形のような美しい少女思いもつかない西洋人の恐ろしい罠 <laughs> 彼の膝頭が我知らずガクガクと動いた歯の根がカチカチとなりだした じじりりと後ずさりしながら薄い木犬のカーテンを腫れ物に触るようにして潜り出た一足飛びに大テーブルをめぐって部屋の外に飛び出したはやてのように石の階段を駆け下りて外廊下から芝生の上に飛び出したと思った瞬間に何かしら人間らしいものから片足をすくい上げられたと思うともんどり打って芝生の上に叩きつけられた。 息が詰まったかと思う腰の痛さを頭の中心まで染み渡らせながら彼はとっさに半身を起こしてまきりを構えた目の前一見ばかり向こうの闇の中にうずくまっている白い物体に向かって身構えた「破滅」と心の中で震えながらしかし白いものは動かなかった 依然として外廊下の石柱の根元にかがまっているばかりでなくその白いふっくりした塊の部分が少しずつゆらゆらと揺れ合っているのが星明かりに透かして見えるようであるそれにつれて何とも言えない品のいい菊の花の匂いがすっきりと闇を通して彼の周囲に慕いよってきた彼は真霧を取り落とした 見たび呆然となった何から何まで馬鹿にされおもちゃにされ尽くしたまま惨めに投げ出されている彼自身をひいやりとした芝生の上に発見して泣くことも笑うこともできない気持ちになってしまった極度にたたきつけられた選手のようにすっかり混乱してしまったまま両手を投げ出して後ろ手をついたまま 腹立たしい菊の花の匂いをいつまでもいつまでも呼吸していたしかしそのうちに彼はやっとの思いで立ち上がった手も力もなくよろめきながら裸った胸をかき合わせて梅雨深い草の上に落ちたまきりを探し当てて懐の鞘に収めながら花壇の方向へスタスタと立ち去ろうとしたが またもぴったりと立ち止まって振り返った石柱の下に静まり返っている白菊の鉢を見返りながら腕を組んで考え込んだ混乱した頭を静めよう沈めようと努力した「俺はここへ何をしに来たんだ」そしてこのまま帰ったら俺は一体どうなるんか やがて彼は闇の中でがっくりとうなずいたたちまちつかつかと石柱の根元まで歩み寄って盛り上がった白菊の鉢に両手をかけた「ええクソこのまま帰ったら俺は刀しになるんだぞ畜生どうするか見よれ」と意み声を出しながら じじわじわと鉢を持ち上げた俺が来た証拠だ祝ししようそれは疲れ切った空腹の彼にとっては実に容易ならぬ大事業であった大の男が2人がかりでもどうかと思われる巨大な白菊の満開の鉢をやっとの思いで胸の上まで抱え上げるうちに 彼の全身は新しい汗で水を浴びたようになったそのつゆと泥とで滑りやすくなった鉢の底を命からがら肩の上に押し上げてよろめく足を踏みしめながら外廊下のマットの上を一歩一歩と階段に近づいていった時の彼は幾度も幾度も今度こそ気が遠くなってひっくり返るのじゃないかと危ぶんだ彼はそこから一歩一歩と 無限の地獄に落ち込むような恐ろしい思いを繰り返しながら石の階段を上っていったそれから開け放されたままの戸の中へ中腰のままじりじりと歩み入って向こうの窓際まで一歩一歩近づいてくると両足を力いっぱい踏みしめて立ち止まった彼は肩の上に食い込んでいる菊の鉢を そのまま眠っている少女の頭めがけて投げつけたい衝動をじっと我慢しながらもう一度寝台の中をにらみつけた「ちくしょう。ぶち殺した方が重くねえかもしれねえんだがそれじゃあ俺の意地が通らねえ」「たたきつけて逃げ出したと思われちゃつまんねえからな」「ちくしょう。 と唇をかみしめながら考えた彼はそれからさらに今までの苦しみに何層倍した新しい苦しみに直面させられた彼が40年の生涯のうちに一度も体験したことのない髪の毛が一本一本に白髪になってしまいそうな危険極まる切な切なを刻一刻に新しく新しく感じながら 死ぬほど重たい花と土の塊を肩から胸へ胸から床の上へそーっと抱え下ろした。鮮やかな炭鉱色を帯びてむせ返るほど深刻に匂う白い花びらの大群を静かに少女の枕元に置き直すとポキンポキンと音を立てる腰骨を一生懸命に伸ばしながら長い長い震えたため息をついた。 そのまましばらくの間目を閉じ唇をかんで荒い鼻息を落ち着けていたがそのうちに彼は思い出したように目を見開いて泥まみれになった両手を腰の荒縄の上にこすりつけたその手のひらでひげだらけの顔をなで上げて汗を拭こうとしたしかし彼はもう汗も出ないほど青ざめきっていた その薄黒い落ちくぼんだ両目は老人のようにしらじらと弱り込んで唇が髪のように干からびていたその額と頬はわずかの間に命を削り取られたかのように青白く骨ばって力ないしわの波が彫刻のようにこびりついていたがそうした死にんじみた片方に 弱々しい泣き笑いじみた表情をビクビクさせると彼は仁王立ちに突っ立ったまま鼻の先の空間に目を据えた喉の奥をぜいぜいと鳴らした俺は俺はちっとも怖くないんだぞ畜生これくらいのことは平気なんだぞ <laughs> そういううちに彼は力が尽きたらしくがっくりとうなだれたたった今自分が成し遂げた最大最高の仕事を振り返り振り返り懐のまきりを抑えながらひょろひょろと出ていった彼の後ろから静かに静かに閉まっていった重たい扉がたちまち 公然たる大音響を立てて深夜の大邸宅にどよめき渡りつつ消えうせた明くる朝晴れ渡った晩秋の極光がうらうらと山懐の大邸宅を照らし出すと黄色い支柱を並べた外廊下に白い人影が2つほど歩み現れたそれは白衣のパジャマを着流した 若い洋髪の日本婦人とやはり純白のタオル寝巻きをまとうた4つか5つくらいのおかっぱさんの女の子が並んでむつまじそうに手を引き合った姿であった若い洋髪の女性は片手でねみだれた髪をなで上げながらもこうした大邸宅にふさわしい気品のうちにゆっくりゆっくりと白らしゃのスリッパを運んできたがやがて白のマットの中央まで来ると 少し寒くなったらしく襟元を引き合わせて立ち止まったするとその時におかっぱさんの女の子がつながり合った手を無邪気に引き離しながらちょこちょこ走りに廊下を伝わって真綿の白靴をひるがえしひるがえし石の段々を一つ一つに登っていったそうしてさもさもうれしそうにドアのノブを押しながら内側へ消え込んでいったが やがて間もなく目をまん丸まにして重たい戸を引き開くと一んに階段を駆け下りてきた若い女性はそれを見迎えながら微笑した「まあ危ないゆっくり用りしていらっしゃい」しかし女の子は聞かなかったかわいいおかっぱさんを左右に振りながら若い女性のパジャマの裾にすがりついた お母ちゃんま大変よ。あのね、あのね、あたちあのお人形のお姫様のお目覚をいただきに行ったのよ。そしたらね」と言いさして女の子は息を切らした。虫が引いていたのですか？女の子は一層目を丸くして頭を振った。 いいえ、お母ちゃまそいちたらねおへやのなかがどろだらけなのよえ若わかい女性はかおのいろをなくしたおんなのこのかおをしげしげとみおろしたそいちたらねあのおにんぎょうのおひいちゃまのまくらもとにおおきい 白い菊の花が置いてあったのよ。まあ。といううちに若い女性は唇の色までなくしてしまったその唇の近くで白い指先をわななかしながらすぐそばの芝生の上に残っている和型の鉢の跡を見回していたがやがておどおどしたおびえたような目つきで階段の上を見上げたまあ。 夕べまでここにあったのに。誰がま。あ。いいえ、おかあちゃま、あたち知っててよ。夕べね、あたちたちが帰ってからね、あのお人形のお姫様が菊の花を見たいっておっしゃったのよ。女性は少しばかり血色を取り戻した。まあ。 <laughs> それでね、あのお家来のクマさんが持っていってあげたのよ、きっと。ねそうでちょお母ちゃま。